祐希は特に無線コミュニケーションの向上が必要であることを理解しているが、年を経るにつれてますます快適に感じている。彼の元上司であるフランツ・トストが指摘したように F1 の新人ドライバーが最大限の潜在能力を発揮するには数シーズンが必要だという言葉が角田の状況に当てはまった。彼は初めてのシーズンから順調に調子を上げ、他の有力なドライバーたちにも対抗している。角田は 年々楽になっていると感じており、特に2023年に向けて、その傾向が高まっていたと述べている。彼は、1年目には、さまざまな理由からパフォーマンスを発揮できなかったものの、2022年からは改善が見られ、自己評価も向上している。彼は、今後の目標として、速さだけでなく、開発にフィードバックを提供し、困難な状況での成熟も含めた完全なドライバーになることを挙げている。一方で、 無線コミュニケーションに関しては、改善の余地があると自覚しており、ラジオでの態度やその他のことについては言うが、ここ数年に比べてはるかによくなったと述べながらも、時折感情をコントロールできずに、ラジオでの発言に悔いを感じることがあると認めている。彼は、特に、メキシコでの出来事を挙げ、冷静さと状況のコントロールがあれば、良い結果が得られた可能性があると述べ、今後は、大きなミスを減らすことに重点を置くと総括している。 コメント角田選手が自身のことに触れ、1年目にはさまざまな理由からパフォーマンスを発揮できなかったものの、2022年からは改善が見られ、特に2023年に向けて、その傾向が高まっていたと、しながらも時折感情をコントロールできずに、ラジオでの発言に悔いを感じることがあると認めている。今後は大きなミスを減らすことに重点を置くと総括している。